からサインを受け取った。ナックルカーブ見送ってボー、カウントワンボールツーストライク。ここは慎重に行くか。ここで打った、どうだ。センター後方ワンバウンドヒットになった。バッターランナー二塁でストップ。オギーのツーベースヒット。ポランコ先制となる一発が生まれるか、注目の打席です。取れない、二塁はセーフ。マリーンズ早くも先制、1対0。第4球は見送ってボール。第5球を打ちました。ゴンザレス交代、ヒット。今ボールは内野へ送られた。そしてバッターはオギーノ。さあ初球、インロー見送ってストライク。まず初球ワンストライクを取りました。投げました、打った、抜いていった。可能性もある場面で登板です。さあここで特殊能力バント丸を持つオギーノ、スクイズを狙ってくるか。2球目を投げました、あっとどうだ。さあ取れるか、どうだ。上林バックヒットになります。ボールは中継、マリーン逆転成功。オギーノ2塁へ到達。